皆さんこんにちは、マーシーです。本日は2022年3月23日水曜日10時15分に撮影しております。今日朝起きまして、 Gmail の方を確認しましたら、 Google から Google AdSense の振り込みを行いましたよという趣旨のメールが届いておりましたので、これから銀行の方に行きまして、 Google AdSense の収益を下ろしに行ってきます。下ろしてきました。Google AdSense の収入です。別の銀行に行く前にガソリンが底をつき始めてきましたので、ガソリンスタンドに行きまして1000円分だけガソリンを注入いたします。はい、ということで即分のお金約1万円を銀行の口座の方へ振り込んできました。3月下旬から4月上旬にかけての生活費の家賃やイオンカードの返済などの固定の生活費の支払いは乗り越えることができました。もうね、本当に Google AdSense には救われておりますので、本当に心からね感謝しております。山岡屋の前通り過ぎたんですけど、山岡屋のラーメン食べたいなぁ。ということで、お昼ご飯いただきまーす。いや、本当にね、お昼ご飯ってね、めったに食べないんですよ。食べたいんだけども、お金がなくて食べないっていう側面の方が大きいんですよ。なので、本当に久しぶりのお昼ご飯です。ウインナーのパンいただきまーす。やっぱしお金があると心が休まると言いますか、メンタルに安らぎを生んでくれるので、毎日お昼ご飯食べれないかもしれませんけども、これからね多少経済的な余裕ができましたので、適時適切お昼ご飯を食べていきます。はい、ということで昼寝から起床いたしました。これからね、今日の夕方投稿する動画の編集をこれから行います。2022年2月チャンネル登録者数3720人、収益発表。
79,003円になります。そしてブログを合わせた Google AdSense の収益は94,000円になります。79,003円でした。ブログの収益を合計しますと94,000円、厳密に言いますと93,970円とか、多分そんな感じだったと思うんですけども。そして今回特筆すべき点はどこかと言いますと、2月にもかかわらず、2月は通常の月より2日から3日日数が少ないのにもかかわらず、過去最高の収益を記録したという点になります。ちなみに、これまでの過去最高の YouTube の収益は、確か去年の9月、64,000円近く収益を記録したことがあるんですけども、それが最高の収益だったんですけども、約15,000円近く大幅な、日数が2日から3日少ないのにもかかわらず、15,000円以上の増額になりました。去年の9月につきましては、8月分の収益が9月に振り込まれたということになるんですけども、8月上旬頃に所持金25円っていう動画が、多分今現在多分6万回近くの再生回数があると思うんですけども、それ以外にも動画を投稿すれば1万回以上必ず再生回数が記録するっていう、そういう状況だったんですけども、今回2022年2月の収益につきましては、そこまで再生回数が爆発したという動画はありません。工場の短期アルバイトを1時間30分で退職したという動画が、あれが確か1万5000回ぐらいの再生回数だったんですけども、それ以外1万回の動画が1本あっただけで、ものすごい爆発したというわけではないんですけども、再生回数が劇的に増加したというわけではないんですけども、何が今までと違うかと言いますと、動画1本あたりの再生回数が増加したということにつきます。10分以上の Vlog 動画につきましては、もうだいたい7000回から8000回近くの再生回数、それ以外の4、5分、8分以外の比較的短い動画につきましては、もう最低でも5000回以上はね、再生回数記録することができますので、そういった意味での動画1本あたりの再生回数が増加したということが、2月28日間しかないのにもかかわらず、過去最高の収益を上げることができたという要因ではないでしょうか。そして収益化されて以降、だいたい約1年が経過しましたので、1年間の収益の推移につきましてお話しさせていただきます。3月が9,175円、4月は18,062円と、徐々に増加、収益が増えていきます。そして去年の9月に動画の再生回数が劇的に増加して以降、このあたりから潮目が変わったなという実感があります。そして2022年は1月が52,246円、2月が79,003円になります。まだ夕飯まで時間があるので、これから近くにあるコンビニで炭酸飲料購入します。本当であればいつも近くのコンビニまで車で行ってるんですけども、これもね、節約しなければいけませんので、体がなまっているのもありますので、ウォーキングも兼ねて歩いてコンビニ行ってきます。いただきます。無事に定額給付金10万円、そして Google AdSense 94,000円、そしてこの後はね、警備会社の給料、まだ言えませんけども、そこそこの金額があります。この3つが揃えば、もうこれからね、前に
進むのみという状況になります。ちなみに今月3月の YouTube の収益についてなんですけども、このペースでいきますと過去最高の収益を記録する可能性が極めて高いという状況になっています。今自分自身の中で無職の状態なんですけども、できることは YouTube の方へ動画を投稿して少しでも収入を稼ぐということしかできることがありません。これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上マーシーでした。